いらっしゃいませ。ビョウです。ガズケ。マナブです。ユウトです。スクリュージンドラムです。はい、始まりました。帰れ。はい、あの第2回目、何でしたっけ。副音声モード、はい、始まりました。はい、帰ってまいりました帰ってきたな。じゃあ、なんすか、早速行ってみますか。はい、じゃあ、ジンさん、スタートボタン押してください。ちょ、これすっごいボタンが硬いんですよね。よし。ああ、行った。はい、お帰りなさいって感じで、はい、2週目ということで、はい、まあ、手慣れたトークだから。そうですね、ジンさんから。はい、どうも、スクリューボーカル、ジンです。はい、今回のアルバムのコンセプトをちょっと聞いてみたいと思うんですけど、はい、はい、風さん、はい、どうですか。今回のアルバムのコンセプト、あ、選挙、はい、そうです。選挙行った行った。なるほどね、うん、もういろんな各地を回ってね、ちょっといろんな人の心を掴んでいけたのかなと思うんですけど。お前が、はい、入れたやっぱりね、お前らライブだっただろ。選挙の ちょっと何言ってるかよく分からない。あ、先週に引き続きね、タバコなのか SDM だね、タバコ。どっちなのか似合わないね。本当吸ってない手つきでね、自分がすげえ分かる。まあ、やけどの多いバンドということで。はいはいはい、マナブ君さ、はいはい、俺さ、はい、このコスチュームになっても刈り上げ続けるの？ああ、刈り上げ。あ、それはちょっと検討中。検討中なんだ。ばっくり見えてるね。どしどし、どしどし。リョークは全部刈り上げちゃった。あ、金髪だから分かんなくて。そっか。あれ、見えこそか。あ、これは面白かった。これね、惜しかったんだよね。あ、惜しかったね。これ最初失敗してんだよね。うん、これの苦労話なんかはね、ビョウさんの方にちょっと聞いてみようかなと。苦労話、うん、これ見るとすごい。これね、ここじゃない、これもちゃね、もちゃね、これ学ぶの大失態ですよ。うん、わざとだよ、わざと。ああ、この辺、こっからこれじゃん、ここだけ切り取るとすごい。この時のじゃあ、苦労話をちょっと和樹さんに。俺、全くいねえよ。こっからすごいよ、多分。こっから、ほら、おぉ、これすごかった。ここだけを切り取ればすごいですね。でもここもう入ってってね。何食わぬ顔で。下手だね、下手だね。そして、星子さん3人集で、いろんな星子さんが見れて楽しい。全員良かった。え、なんでなんで8時だよ。なんで俺は言わないよ。りんちゃんの持ちネタはりんちゃんのライブだよ。さあ、早畑の顔が見てますけど、見方によっちゃう。気持ち悪いな、ほんと。気持ち悪いよ、これ。気持ち悪いよ、これ。気持ち悪いよ、これ。気持ち悪いよ。一番ではねえけど。一番じゃなかったね。そこごめん。一番気持ち悪いのは次。マナブ君です。どんなギターの人だったよ、これ。これ第2位の方。え、じいちゃん、ファー率高いよね。ファー率高いよね。ファー好きですね。これ日本ですよ。日本です。うん。日本です。どこからするんだよ。はい。終わったと思います。カワちゃんすごい早いね、もう来年も僕行っちゃったのか。出ました、メイン。俺なんかもう上ばっか向いてんだけど、さっきからおしゃれだよね、上向いてる。ほら、これが本当のゆうとさんですよ。いいのか。消火器ポーンって直してるんだよ。子供みたいな。ちょっと直すしか、カズキは直してるんだよ。これいくついくつ？あ、これ120ですね、テンポは。あ、テンポなの？テンポ120です。一人で。この時、痛そうだったもんね、椅子がすげえ痛そうでさ。かわいそうで。しかわいそうで。しんちゃんじゃねえんだ。あ、これ。よく開けるね。よく開けるね。
これね、これ曲よりもこっちがね、あのメッセージ性が強いよ、ね、楽しちゃってるよ。今回1回も立ってないからね。そうだね。下半身は立ってないね。立ってない。ういう何をしてるの？何？そうな、俺になんか、なんか見えてんだろうなと思って俺。微動だにせず。で、これみんなでちょっと焼き肉行こうか。あ、これ8時ぐらいじゃない？そう。8時だよ。全員欲しこう。あんま笑いもない。あれ恥ずかしい。どうしてだって。レインボーしてるけど。で、何がしたいのかな。タクシードライバー。これあれじゃん、キャッチボール。何それ。これはね、どこだっけ。柏だ、柏。柏だじゃん。ああ、なるほど。おかしいよね、これ。僕知らない。すげえキャッチボールしてる。今のね、すごかったの。うん。わかりにくかったけど。イチロー見て。どうでした？率直に。率直に言うと。慣れれば。うん。慣れればいけるんじゃない？慣れればっていうことは、これからもやっていきたいと。そうですね。ということで、はい、そして、はい、ちょっと山崎は分からない。今何時だ？今8時だよ。全員星子。すいません。来週もあるんです。来週もね、あるんですよ。あるの？はい。映像変わるの？忘れは秘密ですよ。うまいな。来週はね、第1週目の映像が最後。星子さんが絡んでるとこ見たことねえんだよ。まあね、確かに。まあ飯食った時も鼻出した。いや、目線とね、合ってない。いっぱい話したよ、いっぱい。まあじゃあワンマンツアーの映像を見てもらったわけなんですけども。はい、そうですね、ファイナルが、XL ワンマンツアー11月1日2日渋谷クラブクワトロでありますんで、はい、全員8時に来てください。嘘です、8時じゃないですよ。はい、じゃあまあそんな感じでよろしくお願いします。クリーでした。クリーでした。早起きは三文の徳、学ぶです。え、これ撮ってるんですか。いや、もうカメラとかいいっすよ、ほんと。ね、先輩。いや、そうなんだけど。ほんと。いや、まあ、せっかくだから。あの、献血行ってきたんですよ。焼きそばパン。あ、店、今夜中っすよ、先輩。ちょっと勘弁してくださいよ、もう眠、明日早いんすよ、僕。もういいっす、いいっす。あの、作りますんで、僕。いいっすか、それ。焼きそばパン。はい。作ってくれるの。もう、和樹さんの食べたら。頑張りますよ、僕は。あ、そこ閉めました、あれ。